はい、お世話になります。ガンダムビルドダイバーズジム&ボールズワールドチャレンジよりマスターグレード100分の1100式クラッシュです。こちらプレミアムバンダイで発売されたキットで2019年1月発送、販売価格が6264円となっています。はい、こちらのキット過去にレビューしたことありますが、改めてね、レビューしたいと思います。さて、100式クラッシュはガンダムビルドダイバーズの外伝作品、ガンダムビルドダイバーズジム&ボールズワールドチャレンジに登場するダイバー、マーキーが100式をベースにカスタムビルドしたガンプラです。キットとしては見ての通りバージョン 2.0 の100式が大元に当たると思いますが、選択式で100式も組むことができるコンバーチブル仕様の100式回がベースとなっていて、そこに新規パーツを加えて100式クラッシュとしているということですね。漢字で書いて、改めるの回と、壊すの回が、かかっているということだと思います。はい、それでは100式クラッシュ登場作品のガンダムビルドダイバーズジム&ボールズワールドチャレンジ、作品概要から確認していきます。略称は GBWC、 公式サイトと電撃ホビー部編集部が刊行する模型誌ガンダムホビーライフで連載。メカニックデザインは石垣淳也と直樹、キャラクターデザインは小池聡、シナリオは野村雄一が担当。模型作例を用いたフォトストーリーで、主人公である2人のダイバージムとボールの活躍をコメディータッチで描く。作中に登場するガンプラは歴代のガンプラビルダーズワールドカップ日本大会の優勝者たちが制作を担当している。はい、ということですね。ちなみにビルドダイバーズは2018年に放送されたガンダムビルドシリーズですね。今回はその概念作品となります。企画自体は終了していて、エピソードの方も完結しています。今でも第1話から最終話まで無料で閲覧可能です。はい、そしてガンダムビルドダイバーズジム&ボールズワールドチャレンジ、ストーリーの簡単なあらすじですが、主人公は2人のダイバージムとボールで、コンビを組み凄腕のダイバーたちとディメンションでバトルを繰り広げる冒険活劇となっています。主人公の一人ティム・バレット、ダイバー名はジム、そしてもう一人の主人公アズマ・カール・トンプソン、ダイバー名はボール。ジムことティムのガンプラはプレミアムバンダイで発売されたガンダムストームブリンガー、そしてボールことカールのガンプラは同じくプレミアムバンダイで発売されたポリポッドボールですね。二人はフォースを組んでネットワークゲームの GBN、ガンプラバトルネクサスオンラインのどこかに存在しているというレジェンドガンプラのビルダーが所有しているゴールデンポリキャップというアイテムを手に入れるべく、ガンプラバトルに挑みます。1話あたりだいたい1体ないし2体ジムとボールが対峙するガンプラがストーリーに登場することになりますが、そのストーリーに合わせて登場ガンプラの作例が紹介される企画構成になっています。登場ガンプラの中で商品化されたのがガンダムストームブリンガー、ポリポッドボール、キュベレイダムド、そして100式クラッシュで、機体色を変更したキュベレイアンリベール、100式ライズカインも後に商品化されています。今回のキット100式クラッシュのビルダーマーキーはキュベレイダムドのビルダーノズとフォースを組んでいて、ゴールデンポリキャップを保有するレジェンドガンプラのビルダーというわけではなく、彼女たちもまたゴールデンポリキャップを探していて、すでに4つのゴールデンポリキャップを手に入れている主人公のジムとボールからゴールデンポリキャップを奪おうと2人に接近してくるというストーリー展開となっています。はい、では主要登場人物のジム、ボール、ノズ、マーキー、そしてそれぞれのフォース、ブイカーズ、ジェボーダンウルフについて確認していきます。まずはジムとボールのフォース、ブイカーズについて。2人の主人公が結成するコンビフォース。当初は互いの家庭環境と価値観の違いから対立するが、楽しいガンプラパーリー、かっこパーティーをしたいという思いの一致から意気投合し、フォース結成に至る。GBN デビュー時に本名であるティムとカールでダイバー登録を申請するが、受付の手違いで五感が似ているジムとボールで登録され、以降もその名を使い続けている。
当初は2人ともガンプラ初心者だったが、ガンプラビルドトレーナーの牧から課されたトレーニングキット制作千本修行をこなした結果、1年で劇的な成長を遂げる。ニセガンプラ、ガンプーラを GBN 内に蔓延させようと暗躍する闇金型マフィアの策略で、現実世界へのログアウトができなくなり、直後に天から聞こえてきた謎の声から、GBN 内に存在するレジェンドガンプラを倒し、それに装着されている黄金のポリキャップを手に入れることで、現実世界に戻れるかもしれない、という言葉を信じて、ディメンション内を旅することになる。はい、ということです。では続いてブレイカーズのメンバー、ジムことティム・バレットについて。ポジティブ思考な高校3年生、裕福な家庭の生まれであるが、自分と1歳しか違わない若い女性と再婚した父親に反感を抱いている。両親の旅行中に父親の部屋に隠されたマスターグレードジム・ドミナンスを発見したことから、初めてガンプラ制作を体験。 GBN での初バトルで惨敗したことがきっかけで、大学進学をやめるほどに GBN にのめり込むようになる。ジム・ドミナンス2号機を回収したガンダム・ストームブリンガーを使用する。はい、ということです。では同じくブレイカーズのメンバー、ボールこと東カール・トンプソンについて。パントマイムのように身振り手振りでガンプラを組み立て、その再現度を競うエアガンプラ選手権の第87回大会優勝者。6人の妹がいる母子家庭の生まれで、苦しい家計を助けるために贅沢を控えてきた結果、あらゆる趣味思考を空想と身振り手振りで行うエア行動を極めている。エアガンプラ選手権の優勝商品であるマスターグレードボールを入手したことがきっかけで、本物のガンプラ制作と GBN ダイバーとしての活動を開始する。ネット上に掲載されているガンプラの組み立て説明書の内容をすべて暗記しており、現実のガンプラ制作にもその能力が生かされている。6人組女性アイドルグループプチルーの大ファンであり、中でも長女ギターリードギターののぞみんを推しメンにしている。ボールシャークマウスマーキング仕様の改造機ポリポッドボールを使用する。はい、ということです。続いてノズとマーキーのフォースジェボーダンウルフについて。ブイカーズと同じく黄金のポリキャップを求めて活動している女性2人組のフォース。現実世界では赤ずきんのコスチュームを着た6人組アイドルグループバンド、ル・プチ・シャペロン・ルージュ、通称プチルーで活動しており、グループ内でも突出した人気を誇る2大エースでもある。ファンの前では愛想よく振る舞っているが、本心ではグループのブラック体質に嫌気がさしており、グループのイメージとは逆のハードロックバンドをやりたいと思っている。GBN での活動も本業のストレスを発散するために始めたものであり、誰かれ構わず因縁をつけてバトルを挑み、フォースポイントを荒稼ぎしている。ある日、黄金のポリキャップを見つければプチルーから引き抜いて新たなバンドでデビューさせてやるという謎の声を聞き、それを信じて黄金のポリキャップ探しに邁進するようになる。はい、ということです。では続いてジェボーダンウルフのメンバーノズことのぞみ清水について。近接戦闘担当、ショートボブの髪型に白いゆるふわ系の衣装を着た少女。プチルーとしての芸名はのぞみん。普段は可愛らしく振る舞っているが、本性は酒とハードボイルド映画を愛好する血気盛んな人物。キュベレイの改造機、キュベレイダムドを使用する。はい、ということです。では同じくジェボーダンウルフのメンバー、マーキーこと眉長沼について。遠距離狙撃担当、ノズと対をなす長い黒髪と黒い衣装が特徴で胸も大きい。プチルーとしての芸名はマユユン。本人曰くコミュ障で不愛想で口が悪い。ガンプラを破壊するのが大好き。百式バージョン 2.0 の改造機百式クラッシュを使用する。はい、ということです。続きまして説明書の方には百式クラッシュの機体解説が掲載されています。そちらを読み上げていきます。女性2人組フォースジェボーダンウルフのダイバーマーキー眉長沼が作り上げた機体。
パートナーであるノズのキュベレイダムドと共通の柔軟性の高いフレームを使用しているため、機体の追従性が非常に高く、大型化されたバインダーや増設されたスラスターにより高い機動性を誇る。この機体性能と強化されたセンサーによりいち早く有利な射撃位置を獲得、移動しては射撃を繰り返すというバトルスタイルを確立している。機体色は彼女のフェイバリットカラーでもあり、パートナーの機体色と対をなす黒を基調としている。リアル世界ではノズと共に地下アイドルバンドル・プチ・シャペロン・ルージュ、通称プチルーの人気フロントメンバーとして活躍している。メインウェポンはとある剣でノズのキュベレイダムドがレジェンドガンプラのビルダーである下田の工房から強奪した多目的統合コンセプトウェポンモジュラーパーツ GHLTBA を組み込んで独自に改造を施した射撃に特化したライフルを愛用している。お互い連携とはという性格の彼女たちではあるが、ノズは近接戦闘でひたすら暴れまくるスタイルを好み、マーキーは他人との接触を好まない性格ゆえに長距離からの狙撃で敵を破壊することを無常の喜びとしているため、意図せず前衛後衛の連携の取れたバトルスタイルが成立している。これに加え2人の天性の才能とリアル世界での憂さ晴らしを兼ねて何度となく繰り返したバトルでの経験値により、波のダイバーが束になってもかなわないほどの強さを獲得している。はい、ということです。そして百式クラッシュは百式の改造機ということですので、最後は百式の機体解説を確認していきます。エウーゴとアナハイムエレクトロニクス社による共同開発計画ゼータ計画で開発されたアナハイムガンダムの一機。本機はまず非可変型モビルスーツとして設計された後に可変型モビルスーツへの転用が検討され、最終的には再び非可変型モビルスーツに差し戻されたという開発経緯を持つ。もともとエウゴは試作型のムーバブルフレームを保有しており、リック・ディアス以後の機体として格闘専用モビルスーツのフレーム設計も行っていた。その後開発の途中でフレームを可変モビルスーツに転用する案が持ち上がる。可変モビルスーツデルタガンダムとして設計されたこの機体はコンピューターによるシミュレーションの段階で変形時のバインダーの耐久性と駆動部のストレス、ムーバブルフレームの強度の問題が解決できず、可変機としての開発は一度断念され、可変機構導入の失敗から通常のモビルスーツに設計が戻された。機体自体のポテンシャルが高かったこともあり、その後ガンダムマーク2のムーバブルフレームのデータを受けて開発が再度進み、非変形型のモビルスーツ百式として完成している。可変機として設計された名残として脚部の独立二層式のデュアルフロートアーマー、バックパックにフレキシブルバインダーが装備されており、バインダー自体が可動詞として作動することでアンバックや大気圏の整流作用などで機体の運動性を向上させている。当初の目標であったデルタガンダムは宇宙世紀90年代にデルタプラスとして再設計された上、設計データを流用することによって百式系列唯一の可変機として開発に成功している。なお型式番号はリックディアス RMS-099 MSA-099 の次の開発ゆえに100となり、名称もそれに合わせ設計者である長野開発主任によって100年保つモビルスーツとなるような願いを込めて百式と命名された。ガンマガンダムとも呼ばれるリックディアスに続いて開発コードデルタが与えられており、百式自体にデルタガンダムの名称が当てられることもある。はい、ビームライフルは可変式でバレル部分のパーツが展開します。また組み替えることで大型シールドが再現できます。ビームサーベルは百式の装備と全く同じものです。リアアーマーに2本マウントされています。スタンド用のジョイントが付属します。ハンドパーツは指が稼働するタイプのみ付属します。ベースとなる百式に準じた広い可動域です。コクピットはオミットされていますが、シリンダー伸縮ギミックなどは百式から引き継いでいます。はい、それでは最後に百式クラッシュのベースとなっている百式カイヤ、百式と簡単に見比べてみます。百式クラッシュはおおむね百式カイのパーツがそのまま使用されていますが、
ショルダーアーマー、腕部、腰部サイドアーマーなどが新規造形で、頭部も見た目が大きな変更はないように見えますが、実はほぼ新規パーツになっています。腹部についてはデザインがキュベレイダムドと共通、バックパックにも新規パーツが一部使われているようです。ビルドシリーズのガンプラということもあって、背面の百式貝のパーツはかなり大胆に配置変更がされています。また武装のビームライフルにも新規パーツが追加されています。ちなみに今回のキットの余剰パーツで百式を組み立てるにはつま先を含めた複数のパーツが不足しています。また百式貝については限りなく再現可能だと思われますが、頭部のカメラアイやセンサーのクリアパーツが不足しているため、こちらも完全再現は不可能です。はい、百式と各部位を比較すると、頭部はマスクが小さくなり小顔に、胴体は腹部やスカートが延長、股関節の取り付け位置も若干下に下がっています。腕部はショルダーアーマーが大型化し前腕が延長、脚部は太ももが延長され大腿部の位置が少し上がっています。バックパックのバインダーもパーツが追加され延長されています。以上の変更から百式よりも前後は高くなり、プロポーションバランスもベースキットとは大きく異なります。はい、ということで以上マスターグレード100分の1百式クラッシュのレビューでした。どうもありがとうございました。それでは失礼いたします。